実験ノートグラハムベルの実験ノート。オット・オハーンの実験ノート。実験ノートとは、実験を行う者が、どのような実験を行いどのような結果が得られた、といった、実験の一時的データの記録や、場合によっては、研究の過程での議論、データの一時的な解析、実験及び解析中などに思いついた事柄など、実験に関わる、様々な事柄を記録。 処理するためのノートブックあるいは、それに類する記録媒体である。実験ノートは、実験を行う研究者にとって必ず帯のものであり、実験に関する記録の中では、最も重要なものである。実験ノートを取る、第一の直接的な目的は、実験の記録、手順を残すことである。これにより実験中及び事後検討を付け加えたり、整理することが可能となる。 実験を行ううちに、自分の目的や手順を見失うこと、予期せぬ現象が起こること、実験中にで何らかの戦略変更、また判断を迫られることがある。このような場合であっても、目的、手順の再確認、思考、行動の補助及び自己分析に役立つ。一般的に、実験ノートに求められる性質、要件としては例えば下記のことがある。 個人の趣味に基づく実験である場合を除き、実験ノートに相当する信頼できる記録を残すことがあらゆる実験の前提である。各研究者や研究グループでは、より良い実験ノートを作るために、いろいろな工夫を重ねている。実験ノートの形態、取り方などは、研究者、研究グループの心情や伝統、性格、受けてきた、教育の影響などが強く現れ。 その取り方に唯一と言える正解はないと考えられている。しかし、実験ノートを取る目的を考えると、個性を出すこと自体には全く意味がない。実験ノートには通常、製本されたノートを用いることが多いが、最近ではデータシート形式や電子実験ノートを用いる研究者もいる。通常は、1研究者1ノートを基本とするが、 複数の研究者が交代、分担して一つの研究を行うケースについては、テーマごとに一冊という体制となることがある。また、通常の実験ノートに加え、危険物や危険な装置、故障しやすい装置に対して、その管理状況を記述するための専用ノートを用意するケースもある。外して実験ノートの具体的な実施方法は、多様化しており、分野や、 実験環境により多様化せざるを得ない状況がある。実験ノートと同様の性格を持つものとして、医師が患者の病態や治療歴を記録するためのカルテや各種の観察ノート、公開日誌などがある。実験ノートには、記録をしながら物事を考える、計画を適宜修正する、記録に基づいて物事を考えるということのための補助ツールとしての役割もある。 その意味で営業職が用いる手帳やメモ帳とも共通した役割を持っている。知的財産権などの法的な問題との兼ね合いが問題となっている。また、鉄像や氷雪など科学倫理に関する疑惑が生じた場合にはしばし実験ノートの話題がメディアなどを含め広く話題となる。実験レポートや 研究論文においてはほとんどすべての研究者がインラッド型を用いるのとは対照的に実験ノートの書式構成については各研究者共通のフォーマットが存在しない特に日本では実験ノートの書式構成を研究者各自に委ねるということが多く各自で工夫を重ねていることが多い大雑把に分類すると実験ノートの書式には 大きく2種類のスタイルが存在する。両方に一長一短があり、どちらを用いるべきかは研究者によって見解が分かれている。例えば、中山慶一は次のようなインラッド型の構成を推奨している。タイトル日付実験目的材料、方法実際に行った主義結果考察このような実験ノートの取り方を行うことによって、 目的を明らかにして、しっかりと結果を記載し、それに対して色々と考察をしてみることができ、科学的な思考能力が鍛えられるという。また、一方のみを用いるのではなく、実験中は、ログブックスタイルを用い、実験終了後直ちに頭の整理、データの整理のために、ラボノートスタイルのノートの記載を開始するような、方法もある。相次ぐ研究不正疑惑や、 特許紛争などを受け、最近では科学倫理や知的財産権の専門家から細部に至るまで厳格な実験ノートの取り方が要求されることもある。科学倫理や知的財産権の専門家らの指摘は概して以下のような内容を含んでいる。実験の再現に必要な情報をすべて書く、実験中や前後に起こったことをすべて書く電子データは、 全部プリントアウトして、ノートに貼り付けるか、全部のリンクを貼る実験を行ったその場で記載する。後から余計な情報を書き足せないよう、隙間なく、行間なく記載する消しゴムで消せなくするため、ボールペンで記載し、修正時には修正履歴を残す。時系列を遵守して記載する一つの実験が、 多数の箇所に分断されないように記載する他人が見て、わかるように記載する製本されたノートを使用する。こまめに、第三者のチェックを受ける。特に最近では、大学や研究機関レベルで、指針や規則を定めることが多くなってきているが、さらには、国家レベルでの実験ノート向上政策が取られる、こともある。例えば、研究不正の、相次いだ韓国では、 国家レベルで実験ノートに関する指針を定め、韓国特許庁参加に研究ノート、拡散支援本部を設立し、国主導で実験ノートのあり方の改革、指導、普及補助を推進している。国際企画など、主樹の企画、規制への対応においても、QMS や GMP、GLP に関する諸規格に適合する上で、実験ノートの適正な管理、 運用が必要となる場合もあり得る。日本においてもガイドラインではあるものの、文部科学省の研究不正防止ガイドラインでは適正な実験ノートの管理が求められている。しかしながら、あまりに細部に至った厳格なルール付けに関しては、実現性や運用面において疑問の声もある。第一に、実験ノートが必ずしも一時情報の記録に適しているとは限らない。 これは次のような場合に主張される。高度に機械化した実験環境においては、筆記速度が実験に追いつかない場合がある、リファレンスデータを含む膨大なデータが大量に得られる分野においては、実験ノートにすべてのデータを貼り付けることは非効率的である。複数の実験と研究を同時に行うような、研究者は紙媒体の手書きで、時系列を遵守して記載すること。 一つの実験が多数の箇所に分断されないように記載することを両立するのが難しい。ほとんどすべてがコンピューター内で実験される分野においては、そもそも実験ノートがあまり重視されず、むしろソースコードや計算結果が重視される実験ノートや紙媒体を研究室に持ち込むこと自体が難しい場合もある。バイオセーフティレベルの高い部屋や、 放射線管理区域などのように汚染された環境では、実験ノートが汚染されてしまい、廃棄処理せざるを得なくなる場合がある。実際、キュリー夫人の実験ノートのように、極めて価値の高い知的資産と称されながらも、放射能汚染が見られ、取り扱いに注意を要する例が存在する。逆に、クリーンルームや無菌室のように正常度に関して、 特段の注意が必要な環境では、実験ノート自体が、実験室の汚染原因となる可能性が高い。そのような場合には特別な種類の実験ノートを、準備したり、適宜、ホルマリン燻蒸などの処理をするなどして持ち込まなくては、ならない。以上の問題を解決したとしても、現実には、実験ノートを取りながらの実験そのものに、相応の訓練が必要である。 一流の研究機関で研究室を任されていても、実験ノートの取り方については未熟だと断じられる研究者もいる。また、第三者認証は国内でも一部の機関では実施されているが、認証を行う人材を雇用する必要が生じるなど、一般的な研究機関では予算的に困難な側面もある。 このように実験ノートの使用法の厳格な統一には運用上の困難が多い。しかし、使用法のすべてを個人に任せるのは好ましくないというのが多くの研究者の一致した見解である。それらは外して運用の支障とならないよう注意しながらも実験ノートの要件定義と最低限守るべきことを明確にした上で自分勝手な方法ではなく周囲や 第三者の了承を得ながら実験ノートを作成、運用するべきであるという点で共通する。例えば、岡崎工事は、ノートだけで記録しきれない情報は多いが、個々人に方法を任せている現状が問題を引き起こしている。誰もが実験を再現できるような、研究内容をいつでも確認できるような厳格なノートの書き方を理解した上で、 現場のニーズに合わせて運用するのが良いと述べている。優れた実験家は優れた実験ノートを残している。例えばマイケル・ファラデーやトーマス・エジソン、ロバート・ミリカンなどの優れた実験家のノートは科学史や科学哲学などにおいて貴重な歴史資料となる。最近では電子式の実験ノートを使う研究者も増えてきている。検索性では電子式が 圧倒的に勝るものの、証拠能力や、とっさの記録への対応などの点において疑問視する、声も根強くある。ここでは、最近の電子実験ノートに関する動向をまとめる。実験ノートが、ナレッジマネージメントに統合される動きがある。ヨーロッパでは5つの製薬会社によって、ファーマドキュメンテーションリングが設立され、その会員企業の一部では、 ナレッジマネジメントの一環として実験ノートのスキャンを支援する仕組みなどがある電子ラボラトリーノートブックシステムを構築し評価している。新エネルギー産業技術総合開発機構は材料技術の知識の構造化プロジェクトで実験ノートと介して文献情報を統合する統合データベースシステムを制作した。高村全覧は2007年実験ノートとデータの 電子化について研究するとした。電子式の実験ノートの最大の利点は、その検索性にある。例えば、物質、材料研究機構のとどろき新氏らは、計測機器の電子化に伴い、従来の紙ベースの実験ノートを使い続ければ、必然的に、計測機器が出力したデータと、紙ベースの記録とに、データが散逸することになり、情報の整理、 実験結果の解析、記録に基づいた実験へのフィードバックなどに支障が出ることを指摘している。また、それらの状況を改善するために、ブログベースの実験ノートを提案している。これは、トドロキラ独自の電子実験ノート形式だ。トドロキラは、ブログベースの実験ノートを、アパッチやトゥディアリーなどを用いて構築し、4年以上その使用を、 実践している。トドロキラのブログベースの実験ノートにおけるブログとは実際にはウィキに近いシステムだ。つまり、ローカルに立ち上げられたウィキペディアのようなものと考えればよい。トドロキラは自らの実践に基づき、ブログベースの実験ノートの要件として次の機能を提案している。記事を書かれた時間順に表示する。 ユーザーの指定した条件に合致する記事を表示する。新規の記事を登録する。その記事には、グラフィックスやマルチメディアを含ませたり、他のコンテンツへのリンクを埋め込むことができる。すべての機能は、ウェブブラウザを通して、呼び出しが可能であって、あらかじめ使い方を学習する必要がない。アクセス権限などを詳細に設定できる。とどろキラは、この実践報告を、物質。 材料科学の専門誌、オペル、サーフェースサイスイ誌に投稿した。実験ノート電子化の流れは、すでに日本の産業界においても波及している。例えば、島津製作所では2007年5月29日に、研究開発分野向けの記録管理システム、現像を発売した。ISO15489 における、申請性、信頼性、完全性、 可用性とは、次の意味だ。また、2008年2月15日には、塩野義製薬株式会社が、ケンブリッジソフトコーポレーションの電子実験ノート、e- ノートブックを導入し本格稼働させたことを発表した。同様のシステムは、欧米のメガファーマではすでに多くの実績があるとしている。塩野義製薬このシステムにより、 研究者間での知識共有ができるようにし、主役情報の自動入力によって、入力作業が効率化することを目指した。日本ウォーターズ株式会社では2017年11月、現在で国内39社、主に製薬会社の QC と CMC 部門へ、ラボラトリーデータ管理システム、ヌージェネシスを導入している。 このニュージェネシスは PIC-SCSV に対応しており、電子実験ノート、エルンも搭載している製品だ。実験ノートには、特許紛争や、プライオリティ争い、事故や氷雪、鉄造疑惑に巻き込まれるなどの不幸な事態になった場合に、直接的な証拠として、身を守る役割を果たす場合もある。実際、 鉄道疑惑の持たれる実験や人道に反するとされる、実験の有無が問題となるケース、安全基準を無視した実験が疑われる、ケースにおいては実験ノートの内容に関心が集まる。本節では、刑事、民事事件に至る、至らないを問わず、特許紛争や、プライオリティ争い、事故や氷雪、鉄道疑惑など、の広い意味での法的問題について述べる。日本では、 実験ノートの法的な側面については、諸外国に比べて相対的に軽視されている傾向がある日本においては、実験ノートの扱いは、実験の記録であり、個人の財産、個人の所有物として扱われることが多く、実験ノートは、実験者個人にとってわかりやすい、使いやすいものであれば良いという考え方が主流になっている。実際、 鉄像や氷節などの科学における不正行為などに関わる実習調査などにおいて話題になることはあってもその法的証拠としての側面が口やかましく言われることはそう多くないまた日本では実験ノートは個人に帰属するものと考えられる場合が多く研究室単位での保管ということはあまりなされていないと言われるところがアメリカでは実験ノートは 研究室、研究機関の財産と考えられ、自分自身の出した実験結果をしたためたものであっても、外部への持ち出しやコピーを禁止しており、違反した場合には、スパイ容疑がかけられるなど、日本人の常識では考えられない結果を招く場合がある。無論、最近の知的財産に対する関心の高まりを踏まえ、研究機関や大学でも、 より良い研究のための実験ノートという観点に加え、知的財産としての実験ノートという観点からの規定や方針が出され、その向きからの指導が行われるようになってきた。実際、当時アメリカでは未だ先発明主義だったこともあり、実験ノートを発明日の立証などの観点において、特許紛争の重要な証拠と考える、方向性の議論が2000年頃から活発に、 日本でも出され、実験ノートの取り方や管理に関する提言が出てくるようになってきた。研究の現場だ研究所や大学でも、徐々に実験ノートの法的な意味でのあり方が変わってきている。例えば産業技術総合研究所では、研究ノートの帰属は研究所であり、取り扱いについては、研究成果物の一つとして、産総研研究成果物など、 取扱規定において定めている。大学でも、最近では実験ノートの扱いが厳しくなる傾向にある。例えば、東北大学産学連携推進本部では、実験ノートの帰属までは定めていないものの、実験ノートを、発明が、いつ、誰によって完成されたかを証明するためのノートと、位置付け、施錠管理などを推奨する文書を発行している。総じて、 最近では実験ノートを研究室の資産、法的な意味も含めた直接的な証拠、物件と考える向きから研究室内で書式やサイズを統一する第三者に対する証拠能力の向上などの動きが見られるようになってきつつある。また、証拠能力を重んじる観点に対応した実験ノートも発売され、研究者などが実験データや アイデアなどを随時記録し、第三者による確認を取るという定裁の実験ノートが国与と山口大学の共同研究で開発、販売されている。物性物理学分野で画期的な論文を執筆したヘンドリック・シェーンは、他の研究者が追試に失敗するなど疑惑が広がる。中、実験ノートにも電子ファイルにも測定データを残していなかったため、鉄像を否定できなかった。 2005年には日本においても知的財産専門の裁判所ができるなど知的財産権を取り巻く制度は大きな転換点にある。ありがとうございます。